ディープマインドテクノロジーズはアルファベットのイギリスにある人工知能市会社である。2010年にディープマインドテクノロジーズとして起業され、2014年にグーグルによって買収された。ロンドンを拠点とし、カナダ、フランス、米国にも研究センターを持つ。2015年、グーグルの親会社であるアルファベットの完全公会社となった。ディープマインドは人間と似たようなやり方で、 どのようにビデオゲームをプレイするかを学ぶニューラルネットワークを作成している。また、従来的なチューリング機械のように外部記憶装置にアクセスできるニューラルネットワークを作成しており、これによって人間の脳の短期記憶を模倣できるのではないかと期待されている。ディープマインドは開発したプログラムワルファゴが人間のプロイゴ騎士を初めて破ったことで2016年に 大ニュースとなった。2010年、新興企業がデミス・ハサビス、シェンレック、ムスタファ・シュリーマンによって起業された。ハサビストレックは、ユニバーシティ・カレッジ・ロンドンのギャッツビー・コンピューテーショナル、ニューロサイエンス・ユニットで初めて出会った。その後、大きなベンチャー投資会社移行投資と、ファウンダーズ・ファンドがディープマインドに投資し、起業家のスコット・バニスターやイーロン・マスクも投資した。 ヤーンタリンも初期の投資家、アドバイザーであった。2014年、ディープマインドはケンブリッジ大学コンピュータ研究所の今年の企業に選ばれた。2014年1月26日、グーグルはディープマインドテクノロジーズの買収に合意したことを発表した。この買収は報道によれば2013年に Facebook とディープマインドテクノロジーズとの交渉が終わった後に 行われた。買収に続いて、社名が Google DeepMind に解消された。この名称は約2年間用いられた。買収金額は4億ベイドルから5億ポンド以上と見積もられている。Google に対する DeepMind 側の条件の一つは、人工知能の倫理委員会を設立することであった。2015年10月、DeepMind 社製のアルファゴと呼ばれる。 コンピュータ囲碁プログラムがヨーロッパ囲碁王者半期を5から0で破った。人工知能がプロ騎手を破ったのはこれが初めてであった。これ以前はコンピュータはアマチュアレベルでしか囲碁を打てないことが知られていた。囲碁は可能な局面の数がチスのようなその他のゲームよりもかなり多いため力任せ探索といった伝統的な AI 手法では極めて困難な課題であり。 コンピュータにとって勝つことがより難しいと考えられる。このニュースの発表は使用されたアルゴリズムが記述されたネイチャー氏の論文の発表と合わせるために2016年1月27日まで遅れた。2016年3月にプロキシリオと韓国で対局し4勝1敗で勝ち越している。またアルファホールドやアルファスターなども開発している。 ディープマインドテクノロジーズの目標は知性の謎を解くことであり強力な汎用学習アルゴリズムを構築するために機械学習とシステム神経科学からの最良の手法を組み合わせることによってこれを達成しようと試みている。ディープマインド社は機械に知性を実装するためだけでなく人間の脳について理解するために知性を形式化しようと試みている。デミス・ハサビスは 知性をアルゴリズム構成モデルへと抜き出すという試みは我々の心の永遠の謎のいくらかを理解するための最良の道となるだろうと説明している。2016年現在ディープマインド社の焦点はゲームをプレイできるコンピュータシステムに関する研究を発表すること、これらのシステムを開発することにある。対象とするゲームは囲碁といった戦略ゲームからアーケードゲームにまで及ぶ。 シェーンレックによれば人間レベルの機械知能は機械が近くの流れの入力と出力から本当に幅広いゲームのプレイを学ぶことができるようになりゲーム間で理解を移転できるようになった時に達成することができる7種類のあたりのビデオゲームをプレイする AI を記述した研究が Google による買収につながった IBM のディープブルーやアワトソンといったあらかじめ 定義された目的のために開発され、その範囲内でのみ機能する、その他の AI とは対照的にディープマインドは自身のシステムが事前にプログラムされていないと主張している。ディープマインドのシステムはデータ入力として生のピクセルのみを使用し、経験から学ぶ。技術的には畳み込みニューラルネットワーク上での真相学習と新たな形式の旧学習を使用する。 ディープマインドはビデオゲーム、特にスペースインベーダーやブロック崩しといった初期のアーケードゲーム上でこのシステムを試験した。コードを変更することなしに、この AI はゲームをどうやってプレイするかを理解し始め、ある程度プレイした後、いくつかのゲームについては、どの人間よりも効率的にプレイできるようになった。しかし、ほとんどのゲームについては、ディープマインドは、 現在の世界記録を下回っている。ディープマインドの愛のビデオゲームへの応用は、現在1970年代と1980年代に作られたゲームへのものであり、1990年代初頭に初めて登場したルームといったより、複雑な 3D ゲームへ作業も行われている。ありがとうございます。